はい、ハイバネ連盟ブルーレイ、ディスクをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ありがとうございます、ジェネオンユニバーサル上田と、はい、原作脚本、その他もろもろ、ハイバネ連盟の父阿部義俊さんと、はい、お送りする、オーディオコメンタリーと言っていいのか、今、画面上では、阿部君がこの企画のために延々と書き続けた、一応 AB ワークみたいな感じのタイトルつけてはいるんですけど、はいはい、それの、阿部君の大好きなアップルで作ったですね映像に載せてお送りしたいと思います、はい、じゃあとりあえず、乾杯でもしますかね。はい、わかりました。じゃあお疲れ様。お疲れ様です。これからやるんですけど、ね、そうねっていうか本当に方向音痴治んないっていうかさ、赤坂だって言ってるのになぜ見つけて降りる。いやいや、赤坂見つけから来るのっていうメッセージの後に地上にいますっていうから、赤坂見つけの地上に今なんかその通りがかってさ、赤坂見つけから来たのかなと思って。なんでそういうさ、こうない設定をこう膨らましてさ、常にそうですね、それは言われてみると。あのGPS を持ってもね、はい、道に迷う。今日は iPhone の GPS がずっと逆向きを指していたんで、しばらく逆向きに歩いてましたよ。初期不良がほら芸風になってたけど、この頃 iPad も初期不良じゃないよな。iPad はまあ、あの iMac があのモニターがチラチラ。ああ、そうかそうか。チラチラしてるけど。iPad アメリカの知り合いの人に買ってもらって送ってもらったんで、うん、僕ではなくてアメリカの人が買ったのでジョナサン効果、でね、まあ、何を話していこうかなって思った時に、まあ、ちょうど、この収録の、1ヶ月ぐらい前にフランスから、イベントにお呼びがかかって久しぶりにこう行って、まあ、フランスのハイバネファンとかとね触れたりしたけど、もうん2002年だから8年前、はい、8年前、驚きの。でも8年前っていう聞くと、あれそんなに経ってないって感じしない？あ、そうですか。いや、僕はもう8年経っちゃったのかっていう感じが。あ、本当。まあね、インタビュー受けて阿部さんは今まで何をしてたんですか？そうね、確かにそうですね。アニメをだからそのってのはこの後テクノライズが2003年から4年なんで、うん、今考えるとだからもう5年ぐらい以上アニメを作っていないので、非常にあの焦ってみたりでもまあ漫画家でも龍しかやってんじゃん。そうそう、まあや作業的にはそのやることやってるんだけど、アニメ、うん、やっぱアニメをやっていないと、アニメをなんかそのこうアニメが嫌いになったんですかみたいな、とか、そうそう、うん、あのアニメから離れてしまったみたいに言われるので、まあ、確かにそう言われるとあのやってないなっていう、まあまあいいや、まあそれはそうと、はい、まあハイバネ連盟ですが、なんだろうね、こうハイバネのその頃とさ、こう今って結構まあ今ちょうど龍しかやったりとかしてるけど。はいはいはい、こうそのあんまり自分では日にちが経ってないと思う、こうすごい地続きになってるって感じじゃん。その作品、うん、とか、まあそのこう自分自身こう8年経って結構変わったりとか、俺結構8年だと変わってるなって。ああ、はい、あのそうですね、あのまあものの考え方とか、あのそのなんだろう、この頃は気づいてないからスッと書けたものにいっぱい気づいちゃったので、あの立ち止まってしまうことが多いというか、同じようなことをやろうとするともっとたくさんのことに気づくんで、気づくせいで逆に書きづらいっていうことが非常に増えましたね。あ、まあ、今だからちょうど、ブルーレイの作業としてはこうあの13話が作業終わって、まあ、見直して、まあいいなと思う部分とか、こう、まあ、一緒に作ってきたところでこう
うわうぜえセリフとかあ、はいはい、こうなんか青臭いなとか、ね、はいはいはい、そういうのはこうありつつも、まあでもそれはその時のあれでいいなとは思うんだけど、はい、結構青臭いこと言ってるよなって。ああもうそれはもう全く、もうそのシナリオを書いてる時とかにも何度も上さんがこのセリフは恥ずかしいみたいなことの指摘はあって、言われるとはって気がつくみたいなことはなんか、いや書いてる時はね、あの夜中に書いてるラブレターじゃないけどさ、なんか思い込みじゃないと書けないじゃん。なんかまあそう考えると、まあ変わっ、あれでも順調にこうゆっくり変わってるって感じかね。ああまあそうですね、そんなに劇的に何か、うん、あの全然別なことをやるようなことはないですけど、もともとギャグとシリアスと交互にやってるから、そのあのもともとバラバラしてるんで、まあその延長でちょっとずつ変わってる感じ。まあ、俺は今回のまあハイバネもそうだしレインもそうだし、過去に犯した過ちをこうまざまざと見せつけられ反省の日々だよ。ああいやまあ反省点はいっぱいありますよ、うん、そういうのあるけど、まあどうなの、僕あんまり自分の昔のやつをなんか振り返らないので、うん、これもだから久しぶりに見返して、あっと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 、あの今のはちょビール瓶を倒す、倒すな、いや別に解説しないと思う。まあそうだよな。いや俺もだから本当にその作業するまではこうそんなに自分の作品とか見直さないから、見直して、まああとそのまあ作品の世界っていうよりかは、やっぱりその当時ハイバネってさ、ブルまあその今回ブルーレイで一番苦労したのがデジタルの初期で、まあその撮影現場がこうアニモだったりこうレタスだったりとか、まあ、うん、多分作ったラデックスもデジタル一発目とか二発目で、しかもね、あの作ってる人たちがこう所とか所監督に大森さんにこう俺に阿部っていうこう新しいもん好きってあったりとかしてさ、その通常のアニメではやらないようなことをこう細かいところで言ったら色トレースだったりとか、そのデジタルのパキッとしたのが嫌だからノイズ乗っけたりとか、もういろんなことがねこう実験的なことが重ね合ってて、それがねものすごいこう今デメリットになって俺に襲いかかってきた。やっぱ画面がでかくなるとそのノイズの大きさとか粒子の大きさとかも変わってきちゃうし、そのまあやっぱあとはまあ当然その大きい画面用に作ってなかったっていうのもあるんで、そういう意味ではこうその破綻を埋める作業をこうチクチクと、あまりこう変えすぎず、こう逆になんかこうすげえ時間かけて直したんだけど、これきっとお客さん分かんないですっと見れるだろうなっていうところに持っていくというこう。まるでこうやりがいのあるある種はあるんだけど、やりがいのない作業を延々やってますね。まあ、気づかれなくするための作業になっちゃうんでね。まあね、それが果たして良かったのかどうかはね、こう買っていただいた皆さんに委ねるしかないんですけど、フランスでiPhone 盗まれたね。ああ、すられました ね、 ね、はい、こうそういうなんかこう罪の輪じゃないけど、いやいや別になんか因果応報みたいな別に何にも悪いことしてないですよ。2002年にそのフランスに呼ばれてフランスの街並み歩いてる時にハイバネのこの街並みとかのすごくインスピレーションを受けたんだけど、だその時にスリに会ってなくてよかったですよ。非常に暗い、より暗い、ない そこでスリに会ってたらさ、なんかこうもっとそのストーリーが広がってさ、街のこう、ね、だ街に悪いやつが多くなってた気がします。チアはドタバタで作ったよね、はい、あの僕もまだ多分これはちゃんとシナリオの形式であの書いてなくて、あのテキストエディターで横書きに書いた、しかもその、うん、あのなんだろう、あのメモ書きのちょっとマシぐらいの状態のもので、2話からちゃんと、ね、あのやれって言われて、まあシナリオを書いたことないけど、まあきっと書けるだろうっていうことで前提で進んで、まあコンテなりその監督演出でフォローして作ろうっていう体制だったから、もうまあそれに加えてさっきのそのいろいろ実験的なこととかをやったんで、まあまあとにかくまあ出来上がってよかったねっていうだけだよね。今考えるとそのまあこれが良かった面もあるんだろうけど、その1話であのなんだろうな、その
説明しなきゃっていうあの無理やりなあのあれがなかったので、その起きてる出来事を、まあ元々そういう、うん、あのコンセプトで作り始めた物語なんだけど、だからその1話だからこれを説明しなきゃとか1話だからこれをやらなきゃみたいなことをあまり考えずに作ってる、うん、1話なので、あの記憶のない女の子が外の世界を眺めるっていう形で進んでるおかげで、あの物語の説明の要素としてあの一応必要な要素は入ってはいるんですけど、今考えるとえらいゆっくりしたというか、ああのそうか、あのまあそうだよな、要素として説明する必要はないことを随分やってて、でも逆に言うと、うん、あのなんだろうな、その部屋の感じであるとか、その、うん、あの羽をブラシで研ぐみたいなエピソードはそのシーンとしては別にそれが必要なもんではないんだけど、うん、やってることでその質感が伝わるというか、その世界のリアリティが伝わるっていう意味でなんかあのうまく機能していたのかなと思います、まあ、手書きとかそういうのに結構こだわって、テロップとかもな、こう あれ誰が言ったんだっけ、お前さんだっけ、あ俺かそうですテロップ手書きにしようとか言ってこうねいろいろやりましたね一話は。テロップを手書きで、あ、ね、テロップってあのスタッフのスタッフのやつだね、そうそうそう、あれを手書きで僕が書いていくうちに大谷光さんのこうを書いていくうちにちょっと失敗して書き直して、何度もこうこうこうって書いてるうちにこうゲシュタルト崩壊を起こして、字がだんだん分かんなくなってきて、その大谷さんのところだけなんかすごい30回ぐらいなんだぜか名前を書き直してる。今流れてるその AB ワークスっていうか、その阿部くんの書いて俺にこう送ってきてくれたやつを見たら、なぜか色彩設計がこう6回ぐらいこう書いてあったんです。あ、そうそうそう、なんかところどころでゲシュタルト崩壊を起こしてるってなぜこの字この字なんだろうみたいなこと。まあね、サブタイとかも結構だから作業で終われちゃって、あんまりね本当に1話ってこう大変だったよねって、うん、まあでも初っ端の 1,2,3 とかってもう本当わけが分かんなかったね、なんか。ああ、まあ、僕もだからその脚本もそうだし、設定画もそうだし、フォーマットがはっきりと分かってなかった。あ、1話が放送あのまあラッシュとかやった頃はもうシナリオはでも 5話ぐらいまでいってたんだっけ。そうですね、そのぐらいは進んでいったかな、うん、なんか4話ぐらいまで書いた時にやっと上田さんがなんか、うんうん、あ割とあのなんか整ってきた的なことを言って。全く記憶にない。なんか一応、うん、あの僕がダメだった時用にシナリオライターの人なんかキープしておいて、うん、4話ぐらいの時に、まあ、思い出した、そうだ、書けなかったらどうしようっていうので一応なんかこうあのセーフティーな、うん、それをお願いするかもみたいな本読みっていうよりもなんか会議みたいな本読みだったもんね、みんなでこれこうだこうだだとかそんな感じの。2、3とか、まあ、あとやっぱり前半はやっぱりその空の旅立ちで揉めてた記憶はすごいこう自分の中では一番その印象には残ってるけどね。あ、みんな反対してたんだよな、空が6話で飛び立つ、あ、はいはいはい、早いとか。あ、そうなんですね、なんかそのそれについてもっとはっきりと計画があれば、例えばその2話3話ぐらいに空をもう少し出番を増やすみたいなことをやった方が良かったかもなって思うんだけど、それやると多分作為的になっていく要素も強いと思うんですよね。だからこの時にはその空がいなくなってしまうということに対してはっきりとあの持ってないままアドリブでこの辺を書いているので、そうだよな、企画の成り立ちがな、アドリブ企画だからな。どこうなんだろうね、2話のこのラッカの奴隷服のようなこれさ、ハイバネのコスチュームってさ割と本当独特といえば独特なんだけどさ、まあ当然こう阿部くんのその設定から書き起こしてさ、はい、こうやってんだけどさ、はい、今見てどうなのこれ。なんだろう、だから異世界を描くんだったらもっと変にしたかもしれないし、うん、そのなんでしょうね、現在の服とその、うん、ちょっとそことずれたところとかが適当に混じっていて、あのいや今思うと本当なぜこうしたんだろうって思うことはいっぱいありますね、うん、なんかそうなんですよね、その
世界観的によく分かんない背景、うん、いやまあ俺も多分だから見てて何の異論も言ってないってことはなんか自然に受け入れちゃったりしたんだけどさあのブルーレイの作業して2話のラッカーのさその着替える前までの服があまりにもひどくて残酷だなあのこれね色がねあのこんな色と僕も持ってなかった。もっと淡いベージュぐらい の, あの色にするつもりだったけど、うん、そうするとそ の, あの1話の最初に着ているものとの差別化みたいなことがあるというのであの変えたんです。まあ、あとまあねやっぱ着替えた方がいいよねって気づかせるっていうその演出の問題もあるけどね。あとはなんか、うん、本当トーガのデザインとかどうなんだろうってこうトーガとかあと和紙とかね、はいはい、これも全く僕の中では何の違和感もなく割とスッとこの形が浮かんでこのまま描いてるけど今描いてみると本当にいやめちゃくちゃ違和感あったけどね。本当に変ですよね。いや、ニアの茶だと同じぐらい違和感あったよこいつ大丈夫かなってこの和紙の人のお面も意味が分かんないですね、うん、何かそのこう自分に共通してる記号みたいなのがあれば多分スッて分かるんだろうけど、だからその阿部の中の何かのバックグラウンドのどれなのかが分かんないからさ、何、うん、だろうこのお面って。僕もこれは分からないですね。何か元ネタも何もないですしね、うん、こういう模様こういう服っていう、うん、こういうなんかぶら下がってるって、まあ、インディアンチックといえばインディアンチックだし、うん、まあその顔を隠すっていうその理由はなんとなくその設定としては分かるんだけど、はいはい、真ん中のこう円とこのデザインってどうなんだ、前見えてんのかなみたいないろんな心配がありますけど、まあでもまあそういうなんかこう積み重ねで作った作品だもんね、これは。そうですね。ところ監督もちょっとだからその僕がふざけて描いた絵とかで、うん、あのに漫画で怒った時に頭からこう爆発の煙みたいなのが出る描写とかがあるじゃないですか、うん、ああいうのが例えばそのこの輪っかの間をくぐって出てくみたいなそういう漫画っぽい処理とかをやっていいみたいなことをしきりに聞かれて、いやーやっぱりそれやめときましょうみたいな。でもそれお前の設定にあったよあのそれは僕のふざけた落書きの方にあったけど、そのアニメの中にはあの、うん、映像チームはね比較的みんな真面目だからね、うん、あやっぱこういうことやってほしいのかなとかこう逆にこうあこうやって世界観広げた方がいいのかなとかさあれそれはいや全然入れなくてよかった。まあでもなんかまあみんなチームでこうみんな話しやすい環境でやってたから、ああ、そうですね、うん、なんかそこでこう勘違いのまま進むとかそういうのはなくてよかったよね、はいはい、あとはなんかあれだね、もう今見直したらなんか昔ほら 3のさあの人参ネタのとこが滑ってんなっつって反省したけど、今見たらねそんな滑ってもないかっていう、まあ、そんざん言われてすごい落ち込んだ3話が僕の中で割とあの悪い記憶として、いやだから俺もちょっと悪いこう印象がこうあったんだけど、なんだろうね、なんかそのまあ後半がうまくいきすぎたのかもしれないけども、まあ、もうちょっと整理できたよなっていう反省もこうなんか作ってる側としてはね。ああ、うん、だその3話はだから難しいですね、うん、その各話であの全員をその1話で1人ずつはできなかったので、うん、3話は光と空の回みたいに思ったけど、うんうん、でもこれで空の方の比率をあんまり上げすぎてると、うん、やっぱり光のなんかその存在感が弱くなっちゃうんで、なんかこう一人一人紹介っていうさ、うん、こうそれも今考えるとなんかこう つまんねえ発想っていうかさ、構成としてはさちょっとベタだなと思ってたけど、結構当時は気にしてたよね、なんかそのまあハイバネのそのいわゆるメインキャラの、はいはい、がなぜこう、まあ、存在してるというか それぞれどういう風に存在してるかっていうのをすげえこう考えてたような気はする。一人一人ちょっとこうまあまあやっぱでも大事にしたのが結果良かった気がするけどね、うん、前半のなんかそこのなんか使えてるのかもしれないけど、うん、まあ後半その分あの大事な場面で余計なことをしないでお話に集中できてるんで、前半でキャラある程度書いといたんで、うん、だからまあ13話でよくまあまあちゃんとまとまってくれたなと。まあ、まとめたんだよな、そういう意味だとみんなでさ、そう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 ですね、
だって最初はとかだって発行とかまで言ってたと思うよ、うん、最終話もそうだし、もう大体後半みんな、うん、あの多かったんですけど、うん、まあ普通はねアニメーション大体2校とか3校で決定校になるんですけど、はいはいはい、まあならねえならねえ、ああ大変でしたね確かに。いやそうですね、あの 4話目ぐらいからあの割とあのもう勝手に話が膨らんでいくのをどうしようみたいな、あ一回あのこれ全あの図書館の回とかもうなんか65枚ぐらいで収めろって言ったのに140枚ぐらい書いて、はいはい、これ前後編なのって言われて、そっから切らなきゃみたいなああまあそうだね、シナリオの分量がオーバーしてこう切るこれ根底に直したらこうカット数が収まんないよとか、はいはい、そういうのはまあずっとあったよね。シナリオを自分で書いてるから、はあ、でも設定がもう自分で書くじゃないですか、うん、ともう新しいシーンが出てくると、ああここでまた考えなきゃいけない、これ自分でこの設定ナイスだったなっていうのあるの、もう振り返ってみて、うわこれこの設定抜群だったなとかさ、その今うこうなんだろうな、まあ、小道具だったりとかさ、ああそのいやどうだろう、いやなんか設定的にはだからその、うん、本当にレキが何考えてるのか僕は全然分かんないままずっと書き進めて、あんまりあの今考えると分からないまま最後まで書いてしまっていて、最後の最後でだからあのどん詰まっていた時に、あのこのいろんなところで話したけど、そのテレビの放送が7話とかまで行ってる時に最終話ができてなくてギリギリになってて、であの V 編やってる時にそのあの廊下すれ違いた時にあのラディクスの方 の上田さんのすれ違いのために肩ポンって叩かれて、あと2日であの脚本上がらなかったら最終話総集編になりますんでって言われて、もう膝がガクガクガクって震えて、でその直後ぐらいにこう電気に打たれたように最終話のそのあの歴の細かいセリフとかが分かって、うん、その時にそのあ歴はこういうことを考えて落下にずっと1話から接していたのかっていうことに、うん、その時に僕は初めて気がついて1話からパーッと見直してみたら、あ割とつじつまが合ってるみたいな、まあ、なんだろうな、あれ俺ちょうどだからその作業してて思ったのが、うん、黒い阿部っていうかさ、なんかその自分のまあこう原案とかでやってる時ってやっぱ自分の人格の、うん、お裾分けっていうかさ、はいはい、それぞれのキャラにさやっぱなんかこう自分の持ってるそのまあ晴れの部分とかこう、はい、負の部分だったりとかさ、なんかこうこうはあってほしいなとかそういうのをなんか振り分けてるような感じがするから、こう歴のこうねまあ半分優しさもあって、こう落下に冷たいこう突き放す言葉とか言って、ああ黒いやべえとか思ってるとか言ってあそうですか、まあまあいろんなキャラクターが自分のそのあのなんかこう切り張りしてるような感じではあるんですけどね、うん、完全に創作でさ作るのってやっぱすごい難しいと思うよね、うんうん、そのしその自分が全然乗り移ってないキャラクターはやっぱり書いてって、うん、あのなんか動かないですよ、うん、そういう意味でやっぱりなんか自分それがさ逆に制限になっちゃうじゃんあそう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 、だからそうそうそう、あのね、その難しいですね、自分であり自分が見た誰か、うん、自分が見て感情移入してたことがある誰かの分身だったりもするんで、うん、そうじゃないとねその年寄りとか書けないですし、うんうん、あと3でなんかこう思いつくこと、別に強制的じゃないんだけど、今の、うん、あの通りがかった猫が、うん、僕は脚本中に猫としか書いてなかったんで、うん、あんな、なんだろう、あんな高級な品種みたいなもしゃっとした毛の猫が出てくると思わなかったんでびっくりしました、ね、まあそこまではイストイズできんわなアニメ現場で作ってるとさ、うん、まあ今だと結構その割とその早めのスケジュールとかでやったりするけど、当時この放送スケジュールとかもかなりしんどかったから、うん、もう取って出しだったりとかね、はい、もう事故連発みたいな、まあ企画自体が事故みたいな企画みたいな、いやいやそんな身も蓋もないなそのパニャ
これもなんでこのパン屋のかまどのある建物と店舗をなんか裏口でつないで、あのなんか別棟なんですよみたいなことを確信して、ここはこういうパン屋なんですってことをすごく、ここは当たり前でしょみたいに書いてくる。今考えるとなんでそんな面倒くさい設定を、時間から質問が出てなぜここは別棟なんですかみたいな。僕も全然意味が分かんないです。これ書いた時はでももうこれ以外ありえないと思ってこの建物を書いてるんですよね。もう見てきたみたいに。間取りとかさ、なんか君ニアの時もそうだけどさ、めちゃくちゃこだわるよね。なんでしょうね、その割にはさ間違えるじゃん。あ、はいはいはい、漫画に書いたらさ、おこれこう逆になってんじゃんとかさあ、いやいや、あのニアの時は、うん、あの1話の時にお風呂屋の取材が僕の連載の1話よりも、ま、あの後にセッティングするから1話の時にさ、その風呂場を空想の風呂屋を書いてるやん。あれ偶然間取りがなんかすごい似てた。俺の、うん、俺の空想力の勝利ですよ適当に書いたさ風呂屋のその間取りがたまたま取材に行ったとことさ、うん、そのかなり近いっていう、まあそういう運命があるんだよ、うん、その壁の中の世界でさ、電力はどうするとか言って、風車とかってだって生まれたのってその電力源はどうするみたいなさ、なんかそんな会議からこう風車を使おうとかさ、風車作が大変だから CG にしようとかさ、なんか、なんか本当だから、そのまあ阿部君が時々インタビューとか言って、まあ世界を作るみたいな、はいはい、そういう作業を結構してたよね。そうですね、こんだけちっちゃい町っていう風に設定しても、設定、まあ、まあちっちゃくしてるからなおさらなんだけど、こまんごました部分でこれどうしてるんだよみたいなことは本当に気になるし、まあ多分それは完全にこれで設定しきれないって、この人口の中で、うん、壁からの外から入ってくる交易費みたいなものとごちゃごちゃやってるだけでこの街が回るのかみたいなこと、時計屋の親父食えてんのかよあのたくさんいろんな問題が、あの起きるのは起きるんですけどね。ラジオ聞いてるけどラジオどうしてんだよみたいな、まあラジオの設定は細かいとこあるんですけど出てこないけどまあまあいろんな細かいことがね。そう、設定は本当にまあ大森さんとかねいたからかなりこう助かったのもあったけど、はいはい、まあ、あと時計台の設定とかもすげえ探したもんね。時計台は本当に探しましたね、このほんの数シーンのためにものすごい調べましたね。結局でもなかったですね、当てずっぽうですね。あの廃盤のオールドホームの時計台もそうだし、町の大きい時計台も、振り子の仕組みとかさ、なんかそんなのこう本買ってみんなで見てる。そう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 。本がどう、え、これで動くの本当に全く関係ないですよね。数カットだもんね。そうなんですよね。まあまあそれができて、うん、あのそれをやる、忙しかった割にそれをやる時間が何のかんの言って取れてあったのはいい。まあ睡眠時間を削ってただけだと思うよみんなでさ。そうですね。いやもう。この時計屋の親父さんもそう、ちょっと僕の脚本がベラン名調になっていたせいでこんなにも江戸っ子調になるとは思わなくまあアフレコもな、まあ初めてってわけじゃないだろうけど、自分のやっぱ書いたキャラがこう、そうそうね、声入って芝居ついてって、うん、何度かちょっと短くその場で直さなきゃみたいなこともありましたし、うん、全体的に落下の食探しで11話ぐらいまで引っ張ってる。ああそう、こんなに食が見つからないとは思わなかった。あのそうなんですよね、食探しみたいな。後から考えちゃうとね。そうそう、食探しをするみたいなことを考えたけど、うん、結局何の仕事に就くかみたいなことについては考えないまま。あでも構成の時にはあそうそう、あのもう一応なんか中に入っていくみたいなことは。うん、一番最初に書いた構成のやつの時はなんか漠然とその辺飛ばしていて、だんだん巣立ちの日が近づいてくるぐらいしか書いてなくて、あのだったんですけどね。どの段階でなんだろうね、その名前ネタってさ結構初めから考えてたんだっけ。そのまあ 夢から名前をつけるっていうのはまあ当然同人からやってるけどさ、はいはい、そのいわゆる名前が変わって意味を持つみたいな、はい、いや全然考えてないです。あれはもうやってる最中か。
あの辺がだからその多分構成時にもなかったような気するんだよね。 ないですで、だって羽が黒くなるみたいな設定がなかったですもん、うん、あそうだっけ。上田さん全然覚えてない。僕がその7話でわけわかんなくなっちゃって、うんうん、何パターンもねすげえひどい話をいっぱい書いてて、なんかもう収集つかなくなる、ひどいってのはだからなんか誘って、あのなんか羽黒く なるみたいな、なんか分かりやすいやつにしたらどうみたいな、あまあそれいいかもなと思って、うん、だからそこは上田さん初ですよ。あれそう？あのね、なんかね、なんか上田さんが言ったことで、いやなんかねそうしようかなと思ったんですよ。もう全く覚えてない。ひどい話ですよ。いやいやいやもう本当だ、必死だもんだって。うん、そう 7は空がいなくなっちゃって、うん、落下が落ち込んでいった時に、うん、そのどうしようみたいなことで、そのもっとその見えないような、うん、あの なんていうの、 あのその目にはっきりとその羽が黒くなるみたいな、うん、分かりやすいもんじゃなくて落下が落ち込んでいくみたいな展開のバージョンと、あと落下以外の人は、うん、その空が巣立ってしまったら、うん、巣立ってしまった人のことを忘れてしまうっていう、気づかないっていう、そうそう、でみんながあたかも空最初からいなかったかのように振る舞ってるのを見てショックを受けるみたいな、ちょっと SF っぽい展開の話も考えてて、それは頭の中ではそれでいけるような気がしたけど、キャラをちゃんと描いた上で、うん、あのそのシーンになってみたら、その今まで言ったそのカナとかのキャラクターに全く感情移入できなくなっちゃうんで、これはないわっていう、そうそうそう、でやめたんですよ。でその辺からなんかその一回あのかなりその時点で考えてたことは一回何割か飛んでるんですよね、うん、でそこからよりアドリブ感の強いお話。本当そう考えると羽黒くって俺らで打ち合わせした時になってたんだっけ。そうそう、 なんかそれで出てきた話ですよ。だそのいやひどいなこれいやいや本当にあのちゃんと終わってよかったですよ。いや全くだな。あ本当、いやだから僕は思い返すと、これと同じ作りの話はもう絶対あのできないってやつ。だからいわゆるそのテレビ放映が始まってんのにシナリオができてないみたいな状態の、それはね業界はそんなに珍しいことじゃないんだけど、でもまあその原作っていうかさ、そうそう、あの全体の構成の中でさ、そのだって歴の羽がさ、その積み付きじゃなかったらこの話ってさ全然成立しないじゃん。そうだから全然そういうところについてあの何もその時点では決まってなかった。だから僕も歴は漠然と何かを秘密を抱えている以外の設定はなかったですもん。いやもうてっきりだから安倍が考えたと思ってた。いやでもそのなんだろうな、感触はあるんですよ。この設定キャラクターのこの言動の裏には何かがあるはずだっていうことで、まあ、影とかさ、そのそういうのは、うん、でもいや全くあの分かっていない。絶対この後は後半その場面が来たら勝手にキャラが動いて喋ってくれるだろうっていう確信はあるんだけど、あのそれが何なのか僕にも分かんないまま書いてるんで、今考えてね怖いです。いやだから怖いよな、それ今考えると怖いな。いやもう本当これ聞いてるクリエイターの人は絶対真似しない方がいいと思いますよいや本当これで本当に編集とかこうねプロデューサーにぶっ飛ばされますから、うん、いや本当にあの時にその最終話のがさ上がんなくて、最終話が総集編になってたらとか、まとまるんだろうけど、いやでもねテレビ放映13話が終わった日の夜とかにすごい悪夢を見て羽起きたりしてるんですよ。そのなんか全然違うラストを勝手に思いついて、それがテレビ放映されちゃってて、わーみたいなことで病んでんじゃん羽起きてちょっとあの録画見返してちゃんと終わってるみたいなあ大丈夫だったみたいな、いや怖かったです。なんかあのちゃんとその歴が巣立てないで、落下がそのあの井戸の中で足を怪我したのがどんどん悪化して、ずっと杖をついて街中歩いているみたいな、ね、すげえ暗い最悪だ、うちのねなんか救いようのないあの話のバージョンとかを夢で見て、あーって羽も来て、なんかいや そんなことにならなくてよかったですよ。そのさっきみたいな図書館の会がお話が長くなりすぎて、半分ぐらいまで削ったので、うん、そうね、倍あったもん、140だったのを75ぐらいまで削ったんで、うん、75でも結局長くてエンディングが、うん、あの入んなくてすみませんでしたって感じでしたけど、早めの放送時にね時々こうエンディングがなくなったりとか本当にそのところから電話かかってきて、
上田さん、あの入らないんでこうどうしましょう、1分あと詰め入れても1分半ぐらいって、じゃあエンディング飛ばすしかねえだろう。いやそれは確かにあのスタッフの人たち の, そのスタッフロールがちっちゃくなっちゃったりするのは本当に悪いことだなと思って、あの反省しております。いやもう入んないのはまあもう半分分かって、もうシナリオ通して根底巻いてる時点で俺がいけないんだよさ。まあ、でもまあやる必要のある話でカットできないからしょうがなかったっていうとこだよね。そう、この時には半馬さんっていうこの住処の上司の人とかが出てきて、半馬さん、半馬さん、いや出てこないんですよ、全部切ったんで。ああ、そうそうそう、あなたのその1回目のその脚本にいた人ね。そうそうそう、いた人がいて、そのやり取りとかがいっぱいあったのに、それが根こそぎなくなってるんで、僕たちは非常に当たり前だよ。庭分の本書いてきたらそれはそうだろう。そうそう、この図書館の地下に閉館書庫、あの書庫があって、そこの中で本探しをしたりとかね、いろんな話があったんですよ。でもまあそれがほら今度さ、なんかその壁の中だったりとかさ、はいはい、そのなんとなくコンバートされて生かされてるわけでしょ。いなくなっちゃったキャラクターはここの半馬さんと、あの門番のおじさんのと、あの連れてる犬のやり取りが根こそぎなくなってることが、門番のおじさん随分なんかいい人だったんだけど、なんか街でフラフラ歩いてるラッカをちょっと助けてくれるいいおじさんだったんだけど、設定とか見てると、その阿部の癖のある絵のせいもあんだけど、なんかね存在感が妙に強い割には、その物語でこう全くそのこれこん例えばさ、あの犬もさ、ドーベルマンのそのまあ門番だから怖いっていう以上になんか変な主張があってさ、それは多分ね、そういうこう削ぎ落とされた部分のこうせいだと思うんだよね。だから本当に言うと、削ぎ落としたんだったらもっと軽いデザインにした方がいいんだよな。そうなんです。だからその門番の人とかすごく意味ありげにね、2話とか途中で何箇所か出てきてるんですよね。それはなくなってしまったんで。ね、パン屋の店員さんとかね、キャラが妙に印象的な顔なんだけど、特にセリフはなんとかパン一丁っていうのじゃないっていう。いやまあでもほら最後のさ、あの杉越の時にさ、なんかちょっとこうおふざけして、うわ寒ーとかも ありましたね。ちょこちょこっと歩いてくるシーンがありました。寒いやつ、痛いやつだなと思って、俺の中でこう抹殺キャラに入ってる。なんか車問題はあったね。車は走ってんのか走ってねえのかみたいな。街並み的にはあんまり、あの偉い人だけが、あそうか、トラックと荷台付きの作業用のやつと、あとなんか偉い人だけなんかこう乗ってるみたいなところに落ち着いたような気もしたけど、結局偉い人がいないんだよね。うん、でそう、自警団とかもほとんど出て。来なか全く出てこなかったかし、そうそう、あのこの町にあの和紙がいるせいで、別になんか町長さんみたいなあの役どころがいるのかいないのかもはっきりしてないですね。グリの町ってさ、はい、あれどなんでグリにしたんだっけ。あのフランス行って灰色ってフランスでなんていうのって言って、あそうか、グレーじゃなくて、そのフランス語だとグリに、あそうかそうか、それですか。本当に忘れてますね。グリとグラってほら絵本あるじゃん。はいはいはい、今なんかこうちょうど本の話してて、あれグリグラだっけなと。いやいや関係ないですよ。ああそうだね。フランス人に聞いたりしてたもんね。全くでも本当フランス語ってさ、全く覚える気がしねえな。なんかあの発音の難しさは。ああ。今回行った時に最悪だったのがさ、なんかもうなんか。ハイバネ連盟見てくださいねみたいなこうフランス語でこう無理やり言わされて、すげえ俺の時にこう頑張ってこう何回か復唱して頑張って発音したのに、全員がこれじゃ通じないわって顔してボツにされた時の あの屈辱。もうそんなそんなあの発音も分かんないフランス語の表記をね、せめてカタカナに直すとかさ、なんかしてくれないと。あれ無茶ぶりも甚だしいあれだったよな、あのインタビュー。あ、そう、オールドホームの時計塔の、塔の一番上の鐘があるところは、
コンクリの何だろう支えの下に鐘があるようになってるんだけど、もともとの僕のやつはその太い針パイプみたいなものを組んでたんですよね。だからその輪郭の勝ち負けを逆に見られちゃって、空白の部分が物がある部分で、物がある部分が空白だと思われたんで、そのパイプの部分がなくて、そのパイプと鐘との間の空白の余白の部分がなんかこのコンクリの板みたいなものなのかなって解釈されて、そういうデザインになってるんですよね。まあモノクロとかとやっぱアニメーションのちゃんと設定みたいな形で抜けてるとかちっちゃいバツを入れてくれないと分かんないよって言われて、ああすいませんみたいな、まあ、結果的に言うとあのデザインが面白かったんで、あ俺のパイプで描く普通のデザインよりもこの方が面白いからこれは粋でみたいな感じで残して、でオールドホームのその東東館もこの時はなぜかそのなんか建物が斜めにこうバカッとテトリスの駒みたいに切れてて、継ぎ目があって、ちょっと窓の間取りとかも違って改修され改装工事されてるみたいな、継ぎはぎのブラックジャックの顔みたいな建物になってて、テトリスにハマってたの？いやいや全然、それがもうなぜか確信的にここはもうこうなってるに決まってるみたいに思って、なんか片平さんに、病気だったんじゃねえの？片平さんに何なのこれはって言われて、いや何でしょうみたいな、何ですかねこの時に考えてる変なことをすごく確信して、うん、もう見てきたみたいにかけてたんだ、まあ、なんかこの時に本当にこの世界が頭の中にあったんでしょうね、まあ、そう思わないと多分その世界って作れないっていうのもあるからね、なんか信じないとさ、やっぱこう、窓のねフレーム一つにとってもこうこだわってやってたもんね。そうですね、中華丼に見えるからどうなのよってリテイクしたような気はするけど、デザイン的なばらつきとかさ、なんかその世界のこうまあこう稚拙さみたいなのを含めて、なんかこう当時のこう自分たちのあれはあるよね。今だったらこうしねえよなってやっぱ思うもんな。まあ、もっとスマートな作りとか、そのスマートな言い訳の仕方みたいなものあるんですけど、まあまあこれはこの時期しか思いつかないことでできてるっていうことで、僕は割とポジティブに考えることにしてます。まあ俺も別になんか否定はこうするつもりはないんだけど、こうね、なんでやねんみたいな。そう、なんでやねんはいっぱいありますね。なぜこうしていたのかがさっぱりわからないみたいな。多分ハイバネすごいこう好きになってくれる人とさ、なんかこれでも例えばちょっと説教臭くてさ嫌、はい、だとかさ、はい、こうなんか変な安倍宗教じゃねえかみたいなさ、なんか宗教に対しても俺らなんかこう普通にぶつかって行き過ぎた気がするよね。こうなんか宗教っていうその塊っていうよりかも、なんかこうその根幹みたいなところに普通にこうまあ正面攻撃みたいなことをしてたような気がするけどね。そうですね、そこのところにそんな風に踏み込むことに対して、そのもうちょっと注意深くやるんだったら、例えば天使っぽいモチーフとかは避けた方が逆に良かったのかもしれないけど、なんかそんなこと考えなかったですね。全くなんかね、なんか逆にそのそういうことが話題になった時にびっくりして、あやべえ。確かにその、キリスト教圏の人から、ね、いやこれは当然、まあ、そういうのは別にさいいんだけど、そのやっぱりそういうところにこう気に しなすぎて作ってて、まあそう受け取っちゃう人もやっぱもうそこが気になって好きになってくれないとかさ、はいはい、まあ、意外とあるんだなって。自分たち的にはこれなんかこう素直なさ宗教観みたいなところでこう、そうですね、特定の何かじゃなくて漠然とその宗教的ないって僕らが思うような漠然とした要素ですよね。うん、やっぱ罪と罰とかさ、その、はい、やっぱなんか宗教的モチーフが多かったけど、はいはい、そこに対してまあ力及ばずながらも割と、まあ、結果そんな間違ったアプローチはしてないかなとは思ってはいるんだよね。はいはい、そうですね、
だからその宗教であるし、うん、そのなんかこう子供が大人になっていく過程で持つ悩みと、なんかそれに対してどうするのかみたいなこと、あの割と普遍的なことと、あの半々というか、まあちょっとこうやっぱ子供っぽい作りになってるから、うん、そういう意味だとこう若かったんだろうね。あ、まあ井戸のシーンはテレビ放送の時はあのちょうどなんだっけ、あの自分リングか、リングだ、うん、CM と同期してしまっていて。あ、そうだね、リング流行ってたね、この子。あ、でも8年前ですからね、うん、そのぐらいだっけ。でもなんか流行りものとリンクしてたのって、うーん、まあ流行りものとはそうですね、なんか、まあ、CM となんかつながっちゃったことは何度か、まあ、アパッチ野球とかそれはうちだな。あれだよ、なんかパンケーキで光のさ、パン屋のさ、あの、まあ、はい、氷のあれとは、はい、まあベーグルっちゃベーグルだもん。ああ、まあそうですね、うん、あれもなぜあんな設定を思いついたのか全く意味が分かんないですね、その今考えると、うん、だからそのまあいい、別にベーグルにしようと思ったわけじゃない、全然関係ないです。なんかあれを見ていて氷を作って持ってくるみたいな、うん、あれなんでさ、うん、まあ、羽は自分で生えてきて氷は仲間が授ける、なんかその、うん、なんていうかな、その、人の力の及ばないようなことでこういう風になってるってことと、うん、あのそういう風に人為的に、うん、あの与えられてるものと半々にしようっていうのは一応、うん、あの後から思いついてそうなんだろうなって思って、そのこの時はだから勝手に、うん、もうあのいろんなことが勝手に、うん、あの連想で入ってきてたまたまそうなってるんだけど、まあ意味的にはね、まあ、確かに羽入ってくるみたいにこうなんか氷が頭からブニューンとか出てきたらそれはスプラッタだもんな。羽生えてくるシーンもあんなにテレビであんなに背中があの確かに背中の中で羽がちょっと動くみたいな、あの文字としては書いてますけど、あんなにグニュグニュッと動くと思わなかったんで、わ怖い怖いやりすぎちゃったみたいな。でもまあそこで痛みはね、うん、こうそうそう、あれはやっぱ痛みは表現しないと、この見てる人がこの世界に入っていくことの、そういう皮膚感覚とかそういうものからやっていこうっていう意図だではあったんで、まあね、壁の中だったり井戸の中だったりとか、なんかの中って好きだね、なんか、うん、なんか閉じてる世界、うん、なんかね、そのね、灰羽でこうやって壁に囲まれてるっていうものをやってしまったんで、うん、この後でなんかお話を作るときにそういう閉鎖空間はよそうと思って、うん、なんかそこからぬじゃないような設定でなんかやろうとするんだけど、結果的にうーんとそういう風に、どっかに世界の果てというかさ、うん、まあ、じゃあ宇宙ってどこまで広いのって言って、無限なんだよってこう、そうだ無限だとか言ってこうそこでなんかこう物語作るって結構あれだよね、やっぱ銀河系なりその地球なりそのなんか区切りは欲しくなっちゃうよね。なんかだから僕の中でそのは架空の街の中で物語が進むっていう作り方が一番、その、ま、街っていうそのあの単位が自分の中で一番合っているみたいな、ね、まあ、もうそうだね、どっちかってやっぱ町単位になっちゃうな。そうだよな、なんでそこに線引きしちゃうんだろうな俺らは。あ、国には行かないじゃん。あ、はいはいはい、国っていう単位よりかはやっぱその、まあ、町とか都市とか、うん、そのぐらいだよね、うん、いかんな、それなんかこうパターン化してるな、俺もちょっとなんか変えよういや僕はそれを変えようと思って、そうじゃないような設定に無理やりいろんなことをやって、うん、ようとしたんだけど、結果的に言うと僕はなんかもうそこはいいやと思って、なんかちょっと今作ってる話は逆にあの壁ではないけど一応隔離されてる街の中で、うん、なんかやっぱ閉じこもったクソ野郎だって自分を認めたわけだね。なんかこれはなんか自分のなんか根本的な何か根源的なものと結びついてる要素なんだろう、こんだけ動かそうと思って動かないっていうことはと思ったんで、なんか自分が体感し得る リアルなところがやっぱ街っていうところにとどまるんだろうな、うん、なんかそうですね。だからその逆にもっと狭い例えばその、うん、
学校の一クラスとか一家族とかだと小さすぎて逆に書けないんですよね。 そこまでにはなかなかできなくて、逆にだからその国にもできなくて、やっぱ町ぐらいが ある程度人間をちゃんと描けて未知の領域っていうか、あのぼやかす領域がまだ残ってるぐらいのちょうどいい加減なんだと思うんですよ。まあ、だからこう自分でやっぱその作品っていうところで世界をこう作っていく中で、多分その自分が作れる世界の限界値がさ、うん、とか、まあ限界値っていうかちょうど気持ちのいいのが街とかそういう都市なんだろうなって気はするんだけどね。まあ、なんかその世界とそのキャラクターのバランスみたいなのはまあ難しいよね。だから早まで成功してるかって言われると、そこはこう逆に言うといい意味でも破綻してこうキャラの方が前に出てるような気はするしね。そういう意味だと完成度はこう意外と低いのかもしれない青い作品まあそうですね。まあ、それが 青さがまあこうファンにとってこうよくこうね思ってもらえたっていうのは、まあそれはそれで幸せ、すごい幸せだと思うんだけど。いや、なんかその過不足ないというか、その、うん、ちゃんと完成度がね変に高いのってあんまりプラスではないと思うんですよ。俺も多分そういうの嫌いだからついついこうね、うん、そっちの方向に行っちゃうんだけどさ。だから難しくて、その、うん、じゃあ洗って意図的に作ってしまうと本当に逆にもっとやったらしいものになるんで、まあ、確かにな、洗を逆に作るってそれは確かに変だよな、うん、そうなんです。小切れに見せないために何かを抜くっていう作業を意図的にしてしまうと、それはそれですごくもっと作為的なものになっちゃうんで、なんか難しいですね。だからその自分が描けるあのものよりもちょっと大きなものを描くというか、なんかで街が多分僕はそういう意味ではだからそのぐらいのものなんだと思うんですよ。完全に細部までは描ききれないし、描きたいものはある程度描けるっていう。まあなんだろうな、なんかやっぱクライマックスはね、なんかあらはあるけど、なんとなくこう感動できる作品って、まあ多分自分が関わったって思い入れもあるんだけど、なんかね意外と感動できるんだよな、ハイボールって。うん、なんかいい流れの中にあって、そのだからこう難しいなと思うのは、物語とか、うん、理屈じゃなくて何かそのリズムとかその説明のつかない何かで、まあ、感動に結びついていくんで、必ずしもリズムでこの伏線をこういう風に綺麗に回収すれば感動を呼ぶとかそういうことではないんですよね。これその伏線の回収の仕方で言えば、あの割と思いつきでやった割にはうまくまとまってるけど、別にそんなにすごくうまくいってるわけではないので、うん、そうなんだよね。なんかこう技術的に言っちゃうとこうそんなうまくねえなとか、うん、こうこのシーンもたってんなとか、うん、こう、うんあるんだけど、でもなんかこう、うん、こう来るものはあるんだよな。なんかいや、でもやっぱなんかその無意識が出ているっていうことなんだと思うんですよ。その、うん、あの人を見るみたいに、なんかその作品の構造を見るというか、そのああそうね、だからそのお話作りました、このキャラこうです、こんな、出来事はとあってこう持ってきてさあ感動してくださいみたいなところがこう意外と誰も狙ってなかったっていうのが逆に良かったのかもしれないよね、うん、ついつい狙っちゃうからね、やっぱ、うん、なんかね、うん、まあそういう意味ではまあ不思議な作品だよね。でもなんか一番初めにさ、その灰羽ね連盟にするか連合にするかでこう阿部とさ、こう連盟って何か意味が分からない、事務的な響きもあるし、でこのタイトルどうなのよみたいな話を結構してたけど、なんかまあ今となっちゃね、やっぱ連盟でよかったなみたいな、なんか作品全体そうだよね、なんか今となってはこれでよかったっていう、うん、まあ、あと役者さんたちもまあ結構講演してくれたよね。ああ、いや本当そうですね、声はすごい大事、うん、まあところどころね、まあしょっぱい絵もありま
かな。オールドホームの机、うん、あの椅子のめんどくさいデザインとかも、まあ、あの大丈夫なんかなと思ったけど、まあ、あのなんかその手間をかけたって良かったなっていうか、そのちょっとしたことなんですけどね、まあ、印象がやっぱそのこうエスニックみたいな、はいはいはい、無国籍感みたいなのは、まあそれは成功したと思うんだよな。でもあの本の化石って何なのさ。いや本当にあの何なんでしょうね。あのでもし一旦続きを書くんであれば、そういうことについて少しあの ここで投げて拾ってない伏線はいっぱいある、うん、オールドホームの裏手がめちゃくちゃぶっ壊れてんのとか、うん、あまあそういうのは想像つくんだけど、本の化石ってさ、本がさ石化するわけないじゃん、はいはいはい、みたいなところのそのなんかその謎めいたこういわゆるそのマジック的なことをさ、はいはい、なんか考えてその出してるのか、もう何も考えずに無意識で。そういう意味ではあの本の化石の最初のデザインでは、うん、あの本が石になってるわけではなくて、うん、あの骨が化石になるみたいにへこんでいるニュアンスで、うん、一回多分僕は書かなかったからなのかな。何文字のところがへこんでるってこと？本の形にへこんでいる石。本の全体の本を石膏に詰めて本を取っ払ったみたいな形で、でも文字がそこに何かあの映り込んでしまっているみたいなものを考えていて、本が石になって出てきた時にこれを息にするか直すかどうしようと思ったけど、まあもうこれで流れちゃってるし、でもこれはこれで。いや俺だから結構まあその設定とか見返した時に本の化石の意味ってこれ何だろうなと思って、それちょっと気になったんですよ。あそうかそうか、だからあれだとちょっと魔法っぽいよ、魔法っぽいですよ、ね、なんだろうな。あれはあの形であっても別に、うん、いや分かりやすさで言ったらな、そうそうそう、本の化石であの形にするしかないとは思うんだけどさ、あれとかだからあの図書館の中に博物館のような絵の1階が博物館みたいになってて、そこになんか謎のプロペラとかいろんなあのこれがあるっていうものはあるんですけど、そこもだからその5話が僕長すぎたんで、あのシーンとしてあそこを落下がくるくる歩いて待ち合わせの時間待ちをしてるみたいなシーンが飛んだので、あのバッサリ本の化石についてはあまりあのなんだろう、細かくそれをチェックをする意味がなくなってしまったんで、うん、まあ、これはこれで面白いから嫌で置いてしまいましたけど、まあ、多分その話があっても大して面白くないような気もするけど、まあまあそうですね、そのどっちにしろこ の、うん、あのハイバネレメの物語の中でそこの博物館のシーンがすごい細部まであったとしても、うん、あの意味がないんで、まあまあいい感じにあの削られたんだろうと思って、全てが有効なアイテムであると逆に窮屈だしね、なんかあのハイバネの羽袋とかさ、はいはい、ああいうまあ無意味だけどなんかその冬支度とかさ、はいはい、なんかそういうのはなんか生きてくるしさ、なんかまあ見てて歴とかって分かりやすいけど、落下ってやっぱこうキャラとしては分かりづらいよね。自分安倍自身はそんなに思わない。ああだから落下の分かりづらいはその、うん、僕の中ではなんかああいう行動を取ることに対してそんなに違和感はないっていうか、うん、その何かの目的のためにこう動かそうっていう意図をしないで勝手に動いてるキャラクターなんで、うん、こういう感じなんですけど、でそういう意味ではだからそのなんだろうな、その主人公にしては優柔不断すぎるというか、ジタバタしてる割に何もしてないというかと思いきやさ、なんかほらこう歴のことになるとムキになって行動してさ、なんかこう、ああ歴のその人物像とかはこの当時としてはちょっと、うん、あの逆にないパターンなのかなと思いましたけどね、そんなこともないか。どうだろうな、まあ、分かりやすさで言ったらやっぱ歴の方が分かりやすいかな、うん、俺は。あだ僕は逆に言うと歴はだからそのどういう行動を取るのかすごく分かるけど、うん、なんでこういう行動を取ったのかが分かんないけど、僕の中では勝手にこういう行動を取ってしまっていたので、この謎めいていることに対してあまり僕は答えを持たないまま書いてたんで、あの僕の中では逆に不思議なキャラクターですね。そのなんでこうなんだろうっていうことが最後まで分かんなかったんで、ああそうか、不思議ですね、今考えると。その歴の心情を
読んでそのどういう感情の動きをするのかすごく分かっていて、うん、だからまあもちろん書けるってことは分かってるってことなんだけど、分かって書けていたのに何をどういう例えば秘密を抱えていたのかみたいなことに関しては分かってないんですよね、うんうん、暗い作品だけどまああったかい作品みたいな感じなんかね、うん、ハイバネは、うんうん、まあ、でも後半っていうかもう特にクライマックスはもう演出サイドの頑張りだよな。あ、いやもう本当そうですね、うん、これはあのこの絵でこういう風にやってくれてなかったらその言葉ではどうにもならないそうなんだよ、ね、あのことなので難しいよね。なんか物作る時にさ、わざわざこう絵にするためにはその言葉じゃ伝わんない部分をこう絵でやるから絵で作ってんじゃねえかって言葉で言うとかっこいいんだけど、じゃあどうすりゃいいのみたいなさ、うん、でもまあそういうのが割とまあね、全てが完璧にはいってないけど、でもこうまあスーパーな人たちが入ってくれたりして、うん、いい形にはなったなっていうかしてくれたなって感じを受けるよね。そうですね。まあまあ、まあ、この辺はでもやっぱりその絵の力ですよ。そのあの画面が持ってるというかその やりたいこととかそのこの感情の大きな起伏に対してその画面が負けないで、うん、あのちゃんと支えてくれてるっていうのは。語りかけるデキとかすげえ編集しててもうこれベタだなと思いつつもこう意外とでもこうなんかグッとくるんでこうね、まあ、ということでね、はい、あのハイバネブルーレイ、記念対談対談なのかなんか分かんないけどということで、ね、まあお送りしましたが、どうですか久しぶりに見返して。いやまあなんでしょうね、あのなんだろう、その僕のこのなんか妄想みたいなものをよくちゃんとこんな風にまとめてあのくれたなという感じですね。改めて見返すとあのなんだろう、その僕の考えてることはだいぶ変ですね。うん、変だと思うよ。なんか俺も変だけどやっぱ、ね、その俺でもやっぱこうなんかみたいなところとかさ、うん、こうあるもんね。あ、そうなんだ。でもまあそれがやっぱ筋が通ってるからみんなついていけたっていうのもあるんだけどさ、うん、そうですね。なんかそのいやなんかこれを見返すと本当になんかそのなんだろう、こう飛ぶかどうか分かんない飛行機の設計図を図面だけで作って出してみんなで作ってくれたらなんとか飛んだみたいな、まあ、そういうものだと思うんだよな。なんか本当にこうなんかこうまあ全てそんなうまくいくことはないんだけどさ。そうですね、この僕の中でハイバネだからそのパッとした思いつきでこう試しに描いてみたみたいなものがその巡り巡ったアニメになっていて、うん、なんだろう、こう結果的にその想像以上にうまくいったことがまあいっぱいあったので、なかなかなんていうかな、これが自分の中のそのこうベンチマークというか、あの次なんかやるんだったらこれを全面的になんか超えなきゃっていう気負いみたいなものがあって、うん、あでもそれはいいことだと思うよ。そうそうそう、うん、そのあのなんだろうな、まあその気負っていた間にジタバタしたことはいろいろいいことなんですけど、うん、そのこれがやっぱりこのなんかスッと試しに書いてスッと動いたみたいな、うん、あのところはあるんで、どっかのタイミングでなんか自分が次になんかこういうものを書くときはまたこのなんか気がついたら書いてたみたいな感じにスッと入るんだろうなと思うんですよ。そのなんかそのこの時はその何も考えずにスッといけたんだけど、一回そういうものがあると今度その無意識にこのスッといくっていうことが難しくなるんですよ。あと年もあるしね、だんだんこう余分なこうものがついていくと、まあピュアなものというかさ、もうまあバカさゆえみたいな、うん、なんかもうあのまあ頑張りますよ、なんか締まらねえじゃあ頑張るということで、はい、はい、頑張ります。じゃあ
皆さんまたどっかで、はい、お会いできることを祈って、はい、それでは、はい、さよならどうもさよならあ、そう、いや、そう、あ、そうか。